い、おじゃこちは。はい、おじゃこは。いやー、あとちょっとですね。ちょっとですね。おぎチャンネル。はい。5万人目指してますので、今年中にですか。はい。ぜひ、チャンネル登録、お願いしていただければ嬉しいかな。そして、サブチャンネルの方も、はい。おぎの日常の方もですね、そちらの方もぜひチャンネル登録。毎日更新してますから。おぎの日常の方すごいですね、はい、更新の頻度が。そうです、そうです。おぎのファンの方、温かい方が多い。本当に温かいです。本当に嬉しいです。はい。はい、でも、アンチの、ね、方もいないと盛り上がりませんから。そうなんですね。すべてを巻き込んで。はい。盛り上げていきましょう。頑張りましょう。はい。はい。ということで、今日はですね、UFC の方ですね。はい。勝敗予想と。やりましょうか。ありますね。はい。はい。こちら、同門ですね。ザ・ブラックベルトジャパンの平達郎選手の次戦が決定しております。来ましたね。10月の12日、日本時間は13日ということになっておりますが、すごいなぁ。はい。今現在ですね、平達郎選手、UFC フライ級5位の位置に来ております。もうあとちょっとですね。ちょっとですね。で、今回の対戦相手、がですね、1位の選手です。はブランドン・ロイバル選手。いよいよ来ましたね。来ましたね、これ。もうこれこそ王手じゃないですか、勝てば。ですね。はい、王手ですね。で、こちらがですね、この大会のメインイベントとなるので、はい、5分5ラウンドという、UFC は一応5分5ラウンドをメインはということになっていると思うんですが、はい、5分5ラウンドというところでなっております。はい。はい、こちらの勝敗予想を。やりましょうか。お願いいたします。はい、いやこれは本当勝った方が次タイトルマッチ、うん、噂では、まあ、この動画が出てる頃には多分もう発表されてるのかな、朝倉海選手がねパントージャとタイトルマッチするんじゃないかみたいな噂も流れてましたから、そこでね朝倉選手が勝って、うん、チャンピオンになって、で平選手がこれ勝って日本人対決なんてなったらね、確かにすごいですね。すごいですね。すごいです。ブランドン・ロイバル選手は、まあ、ちょっとこうあんまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、どういう選手ですかね。馴染みのない人が多いのかな。はい、私正直あんまり分かんないです。あ、本当ですか。はい、ブランドン・ロイバル選手はまず背がでかいです。170。あ、そうですか。5とかあるのかな。うーん。あ、7かな。177だったかな。まあ、とにかくフライ級にしてはかなり大きい選手。うーん。すごくアグレッシブな選手ですね。その。すごく綺麗な打撃とか綺麗な寝技ではないんですけど、とにかく止まらずにどん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 蹴りもパンチも回転系もですね、回転肘だったりバックブローだったり、そういう技をボン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 出しながら、自分がそれでテイクダウンして下になったとしても自分から展開、下から仕掛けて仕掛けてギロチンを決めたり、膝十字とか足換とか行ったり、もうとにかくムーブしてアタックし続ける選手ですね。はい、ギロチンが強いイメージがあるな、俺の中では。はい、腕が長いので、はい、で一つ前の試合はブランド・モレノ選手、オギちゃんとも面識のある、ブランド、はい、まあ、前王者ですか、そうですね、はい、と5分5ラウンド戦って判定2対1で勝ってるという、勝ってます、はい、ところで非常に強い選手ですね、非常に強いです、はい、ものすごく強いです。ちょっとでも僕の中ではその、まあ、タフの時の仲間だったから、そう援護するわけではないですけど、はい、ちょっとあの時のブランド・モレノは精神的にあんまりこうやる気のない感じというかに僕は見えましたね。まあそれは本人に聞かなきゃわからないですけど、はい、だから何とも言えない。まあでもそれでもやっぱりロイバルは強いです。それでもやっぱモレノに勝ちきるし、カイカラ・フランスからも一本勝ち、あと僕が負けたティム・エリオットからも確か肩固めで一本勝ちもしてますし、強い選手ですね。はい、でパントージャともタイトルマッチやってます。で、まあ、テイクダウンがそんなにそこまでレスリングを強い選手じゃないので、まあ、パントージャにはレスリングで5分5ラウンド下になり続けて負けちゃいましたけど、一方平選手はどうですか、おぎちゃんの目から見ても。いや強いでしょ、もうすごい強いし充実してるんじゃないですか、おそらく。あの井上尚弥選手のジムの大橋ジムさんにも合宿に行ってる動画をね、うん、上げてましたし、うん、さらにそれでパンチに磨きもかかってすごく充実してるんじゃないですか。自信に満ち溢れたね、もう体も顔からもやっぱ無敗っていうのがあるんで、まあ、それ以外にもいろいろ
練習もしっかりできてるでしょうし、自分のその練習での強さとかいろんなもの含めてこう出てますよね。出てますね。なんかこう、うん、出てますね。つわもののオーラというか、うん、それを感じますね。すごい、はい。まあ、僕も5月にちょっと、まあ、試合の追い込み前にやっぱりそういう平選手の強さを肌で感じたいなと思って行ったんですけど、うん、すごく強かったですし、その練習に対しての集中力とか、なんだろうな、その、うん、そういうものをすごくこう本当に UFC のチャンピオンを目指してるんだなっていうのを見て感じましたね。はい、あとやっぱり松根さんもそれをサポートするっていうのを松根さんからも感じましたから、絶対にチャンピオンにしてやるっていうのだから、本当に念ずれば花開くじゃないですけど、UFC チャンピオンになるんじゃないかなと僕は思ってますね。はい、16勝まで1回も負けてないんですね、平選手は。前の試合はアレックス・ペレス選手に、まあ、おたつロックですか。そうですね。で、まあ、膝を破壊し て, っていう、まあ、あれも KO 勝ちですよね、はっきり言って、はい、ですね、はい、どうですか。僕の中でやっぱりロイバルって荒い選手のイメージがあって、逆にその荒さが武器でどん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 そのペースに飲み込んでって勝つっていう選手だと思ってるんで、うんうんうん、でもやっぱりその荒さがそのなんて言えばいいんですかね、弱点になって、まあ、例えばパントージャ戦だったりするとやっぱりどん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 ムーブするんですけど、パントージャが対応してしっかりとした柔術技術で最後チョークを決め切ったりと、ちゃんとした技術を持っている選手相手にするとやっぱり僕の中では決められちゃうっていうイメージがありますね。でレスリングが少しあまりそこまでレスラーって感じではないですね。レスリングタックルされてももう絶対に切るっていうよりは、まあ、下になってもなったとしてもいいかなっていう感じで、まあ、仕掛けるのでっていう選手なので、なるほど、うん、なのでそこをしっかり平選手の柔術技術はもう一品ですから、うん、まあ、どういう戦略立てるのかは分からないですけど、うん、寝技になれば平選手有利じゃないかなと僕は思いますけどね、はいはい、一度なんか練習で肌も合わせてるみたいですし、もうそこが大きいんじゃないかなと思ってますね。あ、そうですか。まあ、海外に出局行かれた時にらしいですね。デンバーに行った時に確かやったっていう話を聞いたんで、そのどんな感じなのかっていうのは平選手も分かってると思うんで、きっと平選手寝技では有利になるんじゃないかなと思いますね、うん、打撃でも平選手の右が当たれば、まあ、右じゃなくても全部のパンチが強いですから、うん、でもやっぱりしっかりと上を取って僕は決めるんじゃないかなと思いますね、うん、この試合は決める、決めると思います、うん、平選手、どうかな、全部強いですからね、うん、何で決めるんだろう、バックチョーク、おー2ラウンドも一本勝ち、キレキレですね、するんじゃないかなと思います。勝敗予想キレキレですね。キレキレなんです、本当に、はあ、勝敗予想はアグレッシブなんで。でもロイバルって背が高くて右の膝で結構効かせたりする、なんか本当ポンって上げるだけの膝なんですけど、うん、まあ、平選手が右をこう、まあ、頭はあんまり下げることないですけど、平選手が、まあ、そこにこう合っちゃうのとかはちょっと怖いですよね。そこは警戒して行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、で前回アレックス・ペレス5位でしたっけ、うん、に勝って今5位ということで、はい、今までやった中ではやっぱり一番強い選手なんじゃないかなと思います、うんうん、ブランドン・ロイバルは、うんうん、はい、アレックス・ペレスよりは確実に強い選手なんじゃないかなと思うので、とてもいい試合になるんじゃないかなと思います。でもやっぱり平選手は決めるんじゃないかな、決めてくれるんじゃないかなと思ってます僕は、はい、予想では。朝倉海選手も UFC と契約しましたし、はいはい、またライジン以外の格闘技についてもやっぱ日本でも盛り上がってきそうですね。そうですね、盛り上がってくると思いますね、はい、そういう意味で、UFC の方も見ていただければと思っております。はい、はいはい、そんな感じでしょうか。はい、はい、では皆様本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。